渋野日向子2021ロッテ選手権3日目23位タイ、来季ベイツアー出場のポイントを稼ぐのが目標。旧シリーズにはなるべく出たくない。米女子ゴルフツアーロッテ選手権3日目、現地時間2021年4月16日、ハワイ州。41位タイから3日目を迎えた渋野日向子選手22は、出だしから好調。パー5の1番、パー4の2番、3番と3連続バーディーを奪い、幸先のいいスタートを切ります。その後は、粘り強くパーセーブを続けた渋野選手。前日にティーショットを池に入れ、ダブルボギーを叩いた10番でもバーディーを奪うなど、この日6バーディー、ノーボギー。通算11アンダーの23位タイに浮上しました。また、52位タイでスタートした畑岡奈紗選手22は、3バーディー、2ボギーとスコアを1つ伸ばし、通算5アンダー。68位タイで最終日を迎えます。応援の声。渋野日向子さん、初日に引き続きこの日もノーボギーでした。6アンダーでしたが、上位陣があまりにもすごすぎました。今大会の目標は、来季の米ツアーに常時参戦することです。ポイントを稼いで、12月の旧シリーズファイナルに出なくてもいいようにすることです。樋口久子さんに続き、2019年に日本人選手、2人目のベイメジャー全英オープンを取った時にメンバーに入会できて、ベイメジャー本格参戦可能だったのです。けれど、本人はまだ時期尚早と考え、国内を選択していました。翌2020年は、出場権を持つベイメジャー、他のベイツアーは主催者推薦などでスポット参戦していました。こうして、ベイツアー参戦の経験の中で、世界の選手の凄さを痛感していきました。自分もその中で戦い、世界に立ち向かえる実力をつけていきたいと考えるようになったのです。同年12月の全米女子オープンでは2日目3日目首位でしたが、最終日惜しくも4位でした。ここで優勝しておけば2021年の米ツアーに常時参戦できましたが、残念でした。最後の頼みの旧シリーズファイナルですが、コロナ禍で開催されませんでした。2位のネリー・コルダは9アンダー、5位のエイミー・ヤンは8アンダー、首位のリディア・コウと4位のレオナ・マグワイアは7アンダーと他を圧倒していました。これでは一気に上位に食い込むのは難しかったです。2日目単独首位と大健闘だった笹生さんはかなり落とし、3位に後退でした。ただ、元世界ナンバーワンのリディア・コーと同組で回れたのが大収穫でした。コーのどこからでも寄せられる技術と、メンタルコントロール後のショットに入っていくプレーを見られたのはすごく良かったと言っています。これからの笹生さんの成長のために、とてもいい一日だったと思います。渋野さんは、この大会順調に来ています。大崩れしなくて決勝ラウンドに来ています。このまま着実に確かな進化をしていっていただきたいです。怪我のないよう頑張ってください。どんな時も応援しています。最後までご覧いただき本当にありがとうございました。皆様のお力が大きな支えです。よろしければチャンネル登録をお願いします。ムササビマークをクリックしてください。